この時間は2020明治安田生命 J3 リーグの第14節ガンバ大阪 U23 対藤枝 MyFC の一戦をお届けしてまいります。まずはガンバ大阪 U23 です。こちらは 4-2-3-1 という今日の予想フォーメーションです。ゴールキーパー一森、フォーバック、今日は右から松田、菅沼、新座と黒川です。ダブルボランチに柴本と奥野、そして、トップ下ですが白井、塚本、高木といてワントップ遠山の予想としています。ゴールキーパーが杉本、 3-3-2-2 というフォーメーション、3バック川島、秋元、秋山です。今日もアンカー姫野が入って、右に久富、左に今日は那須川を入れてきました。センターに片岡と枝村が入って、2トップが大石と吉平となっています。かわして、クロスを上げようというところでしたが、まだ前に出して大石、しかしこれはフラッグが上がっています。菅沼、菅沼のヘディングでした。ニアサイド決まった。先制点ガンバ、決めたのは奥野です。うまくここもマークを外してフリーを作りました。奥野航平、奥野のゴールでガンバ先制しました。塚本もシュート力はありますが、奥野のシュート、奥野の右足でした。さあ上がっている秋元から那須川のクロス、ヘディングつらして、ここはシュートだ。これはフラッグは上がりません。吉平のゴールが決まりました。藤枝同点、うまく最後までつなぎきりました藤枝。ゴール前、さあここはこぼれたところ、枝村がキープして、さあゴール前、吉平折り返すが、さあここは姫野が奪った、縦吉平、ここに渡ってチャンスを迎える、吉平右足だ、決めた。勝ち越しは藤枝。吉平の今日2得点目、1-2、藤枝がリードを取る形になりました。左に出してどうするか、塚本スペースがある、伊勢右足、ここは杉本ナイスセーブ。この伊勢高の右足のシュートでした。中にどんどん入っていく藤枝、エリア中に入って左足こぼれている、さあ飲みも行きますが、ここはゴールキーパー一森、さあこのボールを奪って杉田、大石が前を見る、どうするか、左を選択、クロス上げて大石、ただここは一森ナイスセーブでした。ここはボール残して山口、うまくかわした、さあ塚本シュートまで行く、枠は捉えられませんでしたが、塚本の思いっきりのいいシュートでした。まだガンバにとっては時間があります。あー、ここは奪った、さあチャンスになる、姫野だ、姫野持ち込んでいって大石に渡す、大石シュート決めた。アディショナルタイムに入ってすぐ大石のゴールで3点目を取りました藤枝、1-3。この姫野のカットから冷静に右足で決めていきました。そしてここで試合終了のホイッスル、1-3。今日は藤枝 MyFC
吉平、そして大石ツートップの3ゴールで見事勝ち点3を獲得しました。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。